皆さんこんにちは、こんばんは、石井です。今日はですね、こちら前回の動画から A86 の4連スロットル化に向けて準備してるんですけども、4連スロットルの本体を加工していきます。私みたいなド素人にもね、 A86 を4連スロットル化できるかどうかっていうのをやっていきたいと思います。4連スロットル化するためのキットを中山レーシングさんのものを買ってます。こちらの、キットに関しては簡単ではあるんですけど、前回の動画で上げてます。まあ、興味がある方はね、ぜひ見てください。4連スロットルの本体は AE101、 皆さん統一っていうやつですね。そいつの本体を購入しました。本体とインマニとインジェクター、101のものが付いた状態のものを購入しています、インジェクターですね。こいつは動作確認とかするために一旦外したいと思います。ラスペネで油を浸透させてネジ緩めていきます。 10mm のラチェットレンチでここ2箇所緩めます。プレートもちょっとインジェクター外すのに邪魔なんで外していきます。インジェクターの爪がこっち側にあるので、押さえながら抜くとセンサーがこんな感じに抜けます。はい、抜けましたね。で、このカプラーとかは新しいの買ったので、おそらくねそっちつけていくことになると思います。まあ、とりあえず保管ということで、インジェクター自身も外していきます。ほら取れた取れました。1個目。いや、かなりきついっすね。で、意外となんかリング切れてるとか、よくネットの情報に上がってたんですけど、綺麗っすね、オーリングも。いや、やっぱ良品かもしれない。これ期待できますね。うわ、外れた、やば、飛んでった。あ、これはね踏んでますね、オーリング完璧に。これはまずいな。あー、取れた、取れました。3つ目、そんなオーリングは踏んではなさそうですね。これはやばいかな。はい、取れた4つ目、ちょっと強行突破ですね。これも全然4つ目も踏んでないですね。インジェクターのね、洗浄はまた後でやります。で、これが、スロポジセンサーかな。これもちょっと今邪魔なんで、外します。はい。はい、こんな感じで取れました。